とハルピョンこと橋本るなです。あ、すっごいうねうねうねってんねすいません、ちょっと今毎日じゃないや、お団子ほどきたて、すいません。さてということで、もう今日は話題がいっぱいあるので、いっぱい話していこうと思います。今日はいっぱい、とりあえず、まず時系列、どういう時系列で言ったらいいんだろう、発表された時系列順に行きますか。まず最初にテレ東さんで6月25日に始まる星屑テレパスさんに出演させていただけることになりました。ありがとうございます。今回はこう自分でオーディションを受けさせていただいて、受けるというか、受けるのかも自分で決めるっていうのもあれだったし、そうめっちゃ迷ったんですけど、受けるか受けないか、まあ迷ったっていうかあんま迷ってないんだけど、そうでもなんかやっぱり10年やらせていただいてて、こういろんなチャンスを後輩にみたいなのも分かるんですよ、めちゃめちゃ。そうだからこそなんか受けるか受けないか迷ったんですけど、まあ当然受けるっしょみたいな感じで今回も受けさせていただきました。主役級の4人ではとはまた別で、全然分からない、まだどんな感じなんですかみたいな、そうこの間ビジュアル撮影みたいなのをさせていただいた時に初めて制服着たりとか、自分ってどうなんだろうみたいなのを知ったりとかっていうのをしたので、そうもっとねいろんな段階からいろいろとこうセッティングしてるメンバーとかもいて、そうなんか役の練習とかしてるメンバーもいて、あ真ん中にいたのはあれは全然なんか並びとか関係なくて、4人はそう4人じゃないですか、主役級の4人は4人で、あとは、私もともとまなかちゃんのところポジション的にいたんですけど、光の当たり方的に、私がまなかちゃんと交代したよっていうだけであって、そうそしたらあそこ立ったらマジ光当たんなすぎて、この辺めっちゃクマできてる人みたいになってて、そう全然寝てます、ちゃんと、すいません、ちゃんと寝てあれです、ごめんなさいっていう感じなんですけど、ビジュは置いといてください、はい、ビジュは置いといて、でも普通にこうやっぱ AKB 新しく AKB がやろうとしていることに一つでも関わる、少しでも本当にちょっとだったとしても関わることができるのはすごく嬉しいことなので、私自身もとっても楽しみに頑張りたいなと思う既存でございます。はい、なので皆さんもぜひ6月25日からテレ東さんで放送される星屑テレパス、ぜひご覧ください、よろしくお願いします。まだ何も言えないですね、これに関しては本当決まったよっていうことしか言えない、あと全然私も全く何もなんか言えないっていうか分からないことの方が多くてっていう感じなんで、まだ何も言えない、わからないなんですけど、まあぜひ見てくださいっていう感じです、はい、よろしくお願いします。そうだからなんか5月のスケジュールがなんかどうなるのか本当にわからなくて、そう6月から放送ってことはみたいな、そうだからゴールデンウィークもそうなの、僕たち1回しか出れなくてごめんそうなんです、ほんとごめんなさい、そう忙しいのかはわからない、なんか僕たちそのゴールデンウィークももともとなんかいろんなこのドラマのいろんなお知らなんか予定が入るかもしれないんで、開けといてくださいみたいな感じで、そう他のお仕事も入れられない状態だったんですよ。でまあ蓋開けてみたらそのビジュアル撮影があって、でまあでも僕たち1日しか出れなくてみたいなそう
やっぱその撮影の進行状況とかもわからないし、いざまだ撮影がね、わかんない、始まってないのか始まってるのかもよくわかんないんですけどそう、あの稽古中みたいな、その主役のみんなが稽古中っていう感じで、そうだからこそあのちょっとわからない状態なので、あのだからそのなんて言うんだろう、決められないんですよ何もそう何も決められなくて、だからちょっと、分かんないっていう状態ですすいません、あ、風邪じゃないです、風邪じゃないんです、最悪、めっちゃ待って滴ってったんだけど、最悪です待って、変態、お茶、お茶変態すぎる、マジで滴っていきました今そしてあとは何だろう、あ、もう一つ大事なお知らせなんですけれども、先ほど発表されました、5月10日夜開けといてねっていう話をさせていただいたと思うんですけど、ようやく私毎日アイドル5周年を記念した特別配信を行わさせていただけることが決まりました。はい、やっとです、すいません遅くなってそうちょっとね、だいぶ皆さん待たせてたと思う、もう1周年から待ってたよね、本当にごめん、そうコロナ禍になっちゃってファンの皆さんを呼ぶことができない配信になったっていうのを知ってから、なんか私はやっぱ見に来てくださってるファンの皆さんがこうやっぱ一番、配信をする上ではやっぱみんなが見に来てくれてるから私も配信してるわけで、そうだから正直あの本当にファンの皆さんが入ってくれることが私的にはすごく、なんだろう、はい、ファンの方が入らないショールームの特別記念配信だったらやらなくていいかなって思ってたんですね。でもファン、あの5周年もこうやって続けてきて、こうなんだろう、みんなが特別配信をいろんなね、1周年2周年3周年みたいなのでやってるのを見てきて、あ、羨ましいな、いいなって思ったりとか、あとはなんかファンの皆さんが特別配信やらないのみたいな感じで結構聞いてくださったりとか、そう、その言葉がすごくすごく私は嬉しくって、みんながそうやってなんか望んでくれる配信なんだったらやりたいなって思ったし、私も羨ましいなって思ってたし、あとはあのファンの皆さんがこうなんだろう、一緒に築き上げてきた5年間をたくさんたくさんみんなと褒め褒めしたいなっていうのと、あとまあね、4周年とかでやるのはなんかちょっとキリ悪いなって思って、そうずっとやってきて4周年でやるんならわかるんですけど、ずっとやってこなくて4周年でやるのはちょっとキリ悪いなって思ったので、あの今回ちょっとせっかくならね、5周年っていうめちゃめちゃキリ良いので、あのスタッフさんに、っていうかその前の時に、その前 の, あのアワードの時、まだ5周年迎えるか迎えないかも全然わからない状態の時に、あのショールームのスタッフさんがいらっしゃったので、もうすぐ毎日アイドル5周年なんですよみたいな、特別配信やりたいんですみたいな感じでちょっとそれとなくお願いしてて、そう、あ、泣いてないです、ごめんなさい、ちょっと可愛すぎて目がうるうるしてます、すいませんそうで、なんかそれとなくお願いしてたんですね、私自身も。そうで、まあ、そしたらさ、ちょっとはさ、あ、やるかもしれないみたいな感じで動いてくださるじゃないですか。でスタッフさんに、5周年のなんか4月頭ぐらいにやりたいですっていう話をさせていただいて、で
で、まあ、なんか本当にその5月のドラマがあるっていうのがあってから、そう決まってからというか、そのドラマが5月からもしかしたら撮るかもしれませんみたいな感じになる、なってから5月は無理だから、じゃあ4月のうちに撮ろうみたいになって、4月のうちに配信、その特別配信やろうみたいな感じになって、なんならもう5周年迎える前にやろうとしてたんですよそうおもろいよね。そうなの、約2週間3週間前、今からだから4月の20何日とか21、22ぐらいにやろうとしてて、私が5周年迎えるの4月25だったんですよねそう違うよと思いながら、 それはちょっとスタッフさんに、いやさすがにそれはちょっと5周年迎えないと5周年配信はできないっすって、ほんとすいませんごめんなさいって言って、でそこからまあ結構ね5月末は忙しくさせていただいて、あの他にもまだちょっと言えてないとあるがあったりとか、握手会あったりとか、あとゆいりさんの5月頭ゆいりさんの公演とか、そう波動とかもあったりとか、僕隊とかもあったりとかしたので、ちょっといつになるかわからないんですよねっていう話になって、でドラマが始まるってなったから、もう全然皆さんに皆さんに告知もできなくて、で私自身もその10日にできるかもしれないって決まったのが実は昨日ぐらいで昨日一昨日ぐらい、そうなんかもしかしたらできるかもの状態で皆さんには開けといてって言ったんですけど、そうだから本当に決まったのが直前なので、あの告知もね今日っていう本当にギリギリになってしまったんですけどでもファンの皆さんとこうやってこう毎日アイドルの5周年を特別配信させていただけるっていうのはすごく嬉しいし、そうなんですよね、直前すぎてごめんって感じでもちょっと誰も悪くないマジで、これは私がタイミングが悪かった、本当に5周年迎えたタイミングとドラマの撮影が始まっちゃうかもしれないみたいなタイミングと、なんかいろんなタイミングの問題であって、別に誰も悪くないので、そう人が悪いっていうかタイミングが悪いみたいな感じなのでそう別に大丈夫って感じなんですけど、配信自体は何時からなんですか？7時ですかね、ちょっと私もわからないんですよね、前日に先ほど言われたばかりなのでちょっとわからないんですけれども、7時からです、7時からよろしくお願いします、金曜日明日7時からぜひ開けといてくださいお願いします、なんか私がそのねちょっと金曜の夜開けといてくださいみたいな、ネット環境できるところでみたいな、なんか変な匂わせした人みたいになってたと思うんですけど、あのこちらでございます、はいこちらの配信でございますのでぜひ開けといてください、よろしくお願いします、このさ端末でできるってことですよね、じゃあいいよこの端末でできるなら OK、 夜19時からです、はい、いろいろとやることがちょっと目白押しの、なんかなんだろう、やることが目白押しの5月っていうか、なんかこれまでやったことない経験をさせていただく5月っていう感じになりそうだなと思ってて、そう私自身、うん、だからこそすごく楽しみな5月でございます、確かにオロナミン C を準備しといてくださいってお願いしようかな、商標登録的に無理みたいなあるかな、著作権的にみたいなあったらちょっとどうしようスタッフさんにお疲れ様です、オロナミン C って用意できたりしますか、
この配信は別にファンの皆さんは入れないですよね。入れるやつなんですか？入れないやつですよね。入ってほしい気持ちはあるけど、多分普通に入れないやつです。普通に私が配信するよっていうだけのやつだと思います。だからみんなを見てねっていう感じになっちゃうんですけど、いや、ゲストは誰もいないです。ゲストはいないです。はい。すいません。いや、なので、金曜ロードショーはちょっと皆さんごめんなさい。見れません。一人で見てください。すいません。見れないです。仕事運、これがいいのかわかんないけど。でも、ちょっとずつ皆さんと楽しめたらなと思っているので、これからいっぱいいっぱいいろんなお仕事をできたらなとは思っております。仕事運というか普通に頑張ってきた自分へのご褒美みたいな感じなのまあ仕事運なのか分かんないけど、そう、まあドラマに関してはね、ちょっとまあ私も本当なんかもしかしたらなんならなんかもうなんか一瞬とかしか出なくてもごめん、ちょそれは本当に分かんないんですよね。でもこんだけ分かんないって逆にマジで一瞬しか出ないんじゃないみたいな気持ちにもなったりとかしちゃうんでそう出たい気持ちはいっぱい山々なんですけど、あのとりあえずおさげの子を探してください。三つ編みの子、制服で三つ編みしてるので、なんかその髪型決めれたのね。私たちはその主人公たちの4人はこうやっぱ原作通りじゃなきゃいけないから、そりゃなんですけど、私は髪型を決めれる人間だったので、そう髪型を自分で決めようって思ったなったんですけど、なんかその時になんかやっぱりこう髪の毛をなんて言うんだろう、やっぱちょっとしか映んなかったってなった時にさ、あの髪型の子可愛かったって思ってもらうためにはどうしようと思って、でもソララがハーフツインだったからハーフツインはできないでしょ。でちょっとさ、ちょっと高めツインテールをしちゃうとさ、私の方が目立っちゃうじゃない、主人公ちゃんたちよりそうだからちょっとそれはなと思って、なんかどうしようかなと思ったら他に三つ編みしてる子がいないっていう情報を聞いたので、そうで私の髪の毛って結構ね癖毛でなんかフワフワしちゃうんで、三つ編みとかみたいにこうシュッってなってる方がこう直しとかが楽なんですよ。そうだから三つ編みにしてもらいました。え、私めっちゃ癖毛ですよ、すごい本当に。これは今ねちょっとあの縛ってたから癖毛なんですけど癖毛猫っ毛なんで、そうなんです。なのでこれから先今月来月とちょっといつまで撮影が続くかとかもあんまりわからないんですけど、もしかしたら配信しますっていうのがなんかその全然わかんないみたいな、私もこの時間に配信したいけどみたいなのがあったりとかになっちゃうかもしれないかもしれないみたいな、そうもうだからさ役があんまりちゃんとわからないから、そうなんか本当にじゃあ5月から6月までずっと忙しいかもわからないんですよ。もうなんか1日2日とか忙しさみたいなのかもしれないじゃないですかって考えたら、そうそうそう全然わからなくてなのでちょっと本当に申し訳ないんですけど、あのそんな感じです。
これからちょっとそんな感じになっていくので、まハルピョンが配信してる時に来てくださったら OK って感じ。はい、喉大丈夫です。痛くない、全然。おじさんが住んでるんだよね。そう、いつも通り。え、明日スター2倍やん。絶対いちご飲もう。最高。え、最高じゃん。明日スター2倍なんですけど。え、ちょっと待って。あと私はスター何個なんだろう。あ、スタバの話です、すいません。他のこと、このことまでいろいろ考えてるんだね、ハルピ。え、待って、私他の子のことなんて全く考えてないわけじゃないけど、全然私他の人よりも多分これっぽっちも考えられてないと思います。もっと考えた方がいい。ごめん。本当にそう。そうだよね。本当にそう。足元考えろ。あと 25.2。なんで 12.7 かける2は 25.4。 おクリア。あ、一回飲めばクリアになった。しゃ。え、待って。さすがにもらえるよね。え、12.7。え、ちょっともうスタバ行ったよって人います？いちご飲んだよって人います？いちご飲んだよって人、あの何枚、あの星何もらえるか知ってます？すいません。ちょっと私まだ飲んでなくて、前回のメロンで計算してるんですけど。680円ってこれさ、テイクアウトどっちの値段なんだろう。あ、税込み価格、税込み680円。え、ちょっと待って、絶対じゃあちゃうやん。え、どういうこと。ちょっと一回あれしてみよう、モバイルオーダーしてみよう。そしたら値段わかるっしょ。一回モバイルオーダーしてみよう。全然意味わかんないところで。一回モバイルオーダーしてみますね。メロン飲み損ねた。やば。そう、私テイクアウトなんですよね、基本。あ、待って、メロンよりも安いってことは 12.7 もらえないかもしれない。668。668÷4、ん、違う、668÷54円のはず。税込み54円で1ポイントのはず。え、すごい、なんかどうでもいい話してるよね私今。でもハルピョンの配信ってこうじゃん。 OK、 そう、このゴールドになるかならないかで全然違うんですよ。そう、まず誕生日特典、プレゼントもたまにもらえる。持ち帰り54円、54は 12.3。 待って、 12.3 ってことは、え、待って、もらえないやん。え、 12.3 がかけるダブルスターでしょ。 24.6 ポイントしかもらえない。ねえ、あと 0.6 ポイント。なんかご飯買おう。あ、カスタムね、確かにありかも。確かにありかも。私いつもねキャラメルソーストッピングしかしないんですよ。そう、クッキーとか頼もうかなって思った今。カスタマイズ、今ならメロンもトッピングできちゃう。明日うちが行く店舗でできるか分かんないや。すいません、こんなことを楽しみに毎日生きさせていただいております。はい、毎日生きてる楽しみこれです。すいません、ごめんなさい。ということで、いっぱい
い飲んでいっぱい食べて頑張りたいと思います。ということで、それでは5000人いったんで配信終わりました。明日長いからね、下が長いんで頑張るよ。明日いっぱい見てください。もしかしたら明日何時頃、7時です。ご飯これからお腹すいた、いっぱい食べます。ということで、それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。今日も可愛かったありがとう。1位サプライズレバーとピョンドさん、2位カワさん、3位マジさん、4位トメイキさん、5位トラックヤローとゴリさん、6位バジュンさん、7位ヨッシーさん、8位マックミックさん、9位バンボシさん、10位ピアノワンさん、11位ハルピョン永遠推し鉄道ナイトさん、12位エリーちゃん大好きさん、13位長月さん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。途中からだったのでもう一度告知してほしい。2個告知があって、1個が6月25日からテレ東ドラマさんの放送の星屑テレパスに出演させていただきます。主役級ではないっていうことは皆さんも知ってると思うんでそんなになんか期待せず、本当にハルピョンが出てくれる、出るんだって、出させてもらえるんだっていうことだけでちょっと喜んでください。それだけ、それだけで喜びを感じましょう皆さんでそして、2つ目がですね、私橋本春の、ショールームの毎日アイドル5周年を記念させていただきまして、特別配信を明日の夜7時からさせていただけることになりました。ありがとうございます。皆さんと一緒にこう配信をしてきて5周年、すごくすごくいろんな思い出がたくさんあるんですけれども、私が考えた企画を3つさせていただこうと思っているので、企画を考えただけで企画案とかはあんまもう本当に丸投げって感じなんですけど、たくさんさせていただこうと思っているので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。ということで、それではそんな感じです。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、5384盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本春菜でした。皆さんありがとうございました。それではまた明日記念配信でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとう、またねー。